映画が公開され、当時あの映画タイタニックを抜いて日本歴代興行収入第1位を達成いたしました。その後2020年に鬼滅の刃が記録更新するまで20年近くにわたって首位記録を更新していた名作です。不思議な街に迷い込んだ主人公千尋が様々な出会いを経て成長していく物語は、日本のみならず世界中を魅力して今もなお愛され続けています。その名曲を彩る名曲、その名作を彩る名曲たちを贅沢なアレンジでお届けいたします。それでは皆さんをジブリの世界へお連れしましょう。